おいしそこんにちは、アムリです。今回は、あ、まるさんからですね、320円のね、スーパーサンクスもらってまして、シーウルフポコちゃんの動画を何個かお願いします。いつもわかりやすいです。ということでね、せっかくね、スーパーサンクスもらってましたので、まあ何もせず終えるのもあれだというところでですね、今回は、最後に、本当に最後だね。もうこれ多分サンリオコラボのキャラクター使うの。で、シーウルフ、まあポコちゃんじゃないですけどね、ポチャッコを使っていこうかなと思います。まあでもね、サンリオのキャラクターの名前を間違えるのはね、なんとなくわかる気持ちは。このいうさ、シナモロールとかもさ、シナモンロールって言っちゃうもん。なんかまあ、その辺はわかる。なんか間違えるのはね。はい、ということでね、こいつを使っていきます。今回は、バインドスキムニコ封印の LG プラスで、スキルは25ターンで3ターンヘイスト変身なので、まあ、これより重たい変身のキャラクターをサポートするっていう面でも結構役立つ変身の仕方ですよね。変身後はバインド封印 L プラあって7強プラ4つの無効化2つですね。まあ、火力学生は結構高いですね。まあ、L 字組んでもよしだけど、まあ、基本的に無効化つくむのが火水編成だといいかなと思いますね。で、スキルは6ターンでダブル吸収無効とあとジン打ってくれます。これがね、今度、明日からマーベルコラボなんですけど、マーベルコラボでキャプテンアメリカ&アイアンマンの組み合わせでも使えるんじゃないか説があって、ポチャッコはちょっと評価がこの後上がるんじゃないか説があるって話です。リーダースキルは火水の同時攻撃で半減して攻撃は13倍、4加算の火属性全般のメーター 2.3 倍で 4.6 倍なので、まあこの辺も耐久力も結構高いかなと思いますね。はい、ということで今回はね、編成はね、こんな感じでやってみようかなと思います。シーウルフ、本家のね、シーウルフと使っていくっていうのが結構主流なのかなとは思ったりはするんですけども、火力ね、相当でいろいろ探した結果ですね、いや、グランディスでいいんじゃないかみたいな、グランディスいけんじゃないかと思って、今回はグランディスをね、使わせてもらいます。シーウルフポチャッコには L 字があるのでアシストもこう、せんぜよ、つけました。で、上はハイレンで副属性も火を出してやろうと、あと HP マシマシくんですね。まあ最悪 HP だけ持ってくれればいいと思うので、副属性火は変えれたらいいねぐらいな感じですね。で、芝みゆき使っていきます。これは水供給欠損対策って感じですね。スキブ洗剤で遅延2個で、上はパイモンです。まあ一応引く手でもいいんですけど、 HP が下がるとちょっと怪しいところがあるので、なるべくパイモンか、もしくはもう他のヒドロ鏡をガン積みにしてあげるとかでもいいかもしんないですけどね。まあヒドロ鏡は絶対弱化させないようにしたいねって感じだね。はい。で、続いてグランディス。遅延こんなにいらないんですけど、4つぐらい振っとけば大丈夫だと思います。毒目覚め耐性をつけてもいいと思うんですよね。なのでその辺はご自由に必要だと思った洗剤つけてください。これはもう取るのがめんどかったんで、前のおやつがついてるだけですね。遅延をまあ2つ以上は振ってねって感じかな。上はスオーの武器ですね。これヒドロ鏡マシマシで、暗闇完封してます。まあ暗闇完封がメインなので、ゾーディアとかでももちろん結構ですと。で、続いてもう一体のグランディスも同じような洗剤がついてまして、まあ、これも同じです。遅延は2個以上振ってねと。上はガンダムです。操作負荷耐性が欲しいのでメビウス武器とかでいいかなと思います。毒耐性はあると、まあ、なおいい、助かるかなみたいな感じなので、まあ、最悪ルーレットでね、毒を火に変えりゃいい話なんでね、まあ別に必須ではないかなみたいな感じです。毒の花火が来るわけでもなくって感じですね。はい。で、続いてアマテラスドラゴンです。スキブ戦超覚醒の HP プラス2個振ってますが、 PDC 上は水ダメージ軽減を、あ、違うわ、それはフレンド枠にしたんだわ。なんでこいつはこれでいいか。はい。 HP プラ2個振ってます。上アマージュですね。まあ HP 持ってますよと。で、続いてユラですね。これは、遅延4つの、ここ紙切れは別にいらないので、水ダメージ軽減にして、メイファン対策した方がいいかなと。で、上はホノリンです。副属性も変えて、しっかり火力を出していきましょうって感じですね。はい、以上です。これでやっていきましょう。はい、じゃあ実際に、屋上でね、今回はやっていきます。バッチは HP となってます。最初、裏まんじゅう行こうと思ったんですけど、僕が裏まんじゅうがまだ慣れてないっていうのもあってですね、あと敵の攻撃がまあ強いんで、屋上の方がね、今んとこ僕の中ではね、簡単なんですよね。慣れてる分、屋上の方が簡単だったんで、屋上に行きました。最初は、ユラを変身させて、この後、アマテラスドラゴンが先に撃ったかな、俺は。アマテラスドラゴン撃って、で、その後にみゆきを変身させまして、で、ポチャッコを変身させて、グランディスが溜まるので、グランディスを変身させていきます。あ、ちなみにちょっと、こう、妥協して封印耐性、80% ですけど、まあ、はいって感じです。封印耐性補うことも、まあ、できるっちゃできるんだけど、みたいな感じですけどね。ちょっともう今回は、これでいかせていただきます。まあ、封印耐性もってなってくると、まあ、ハイレン武器あたりを変えていくのがベストかな。封印プラスチーム HP3 つとかの武器。ウルトラマンコスモスとかあの辺がいいかもしれないですね。
はい。で、あとはグランディスを変身させながらですね、ちょっとポチャッコのスキルがないとダメージ吸収が突破できないので、少し待機を挟みます。敵が確か6ターン8強だったと思うので、ここも。あんまりそんな耐久することがなかったんで、最近忘れましたけど、とりあえず、残り1になるまで、ポチャッコが残り1になったら、無効貫通組んで、まず周りをぶっ飛ばします。はい。で、最後にダメージ吸収の敵を残してポチャッコが溜まるので、ここでポチャッコを打って、で突破していきますよと。はい。火水の編成って最近結構残ってるイメージあるね。セーナが強化されてからずっと強い感じがしますね、なんやかんや。まあユラの登場っていうのもあるんですけど、火水編成って結構長生きしてるようなイメージがありますね。なんやかんや最難関いけるし。で、2階層はアマテラスドラゴンね。で、みゆきがね、打てればいいんだけど、ちょっとね、もし操作短縮来たら、みゆきが溜まるまで待ってあげた方がいいかな、みたいな感じですね。パズル上手い人はいけるかもしんないけどね。1ターン、2ターンぐらい耐久が必要かな。はい。とりあえずこれは、今回は HP マシマシくんだったんで、突破して3階層です。3階層は、まあ、特に何もないですね。属性吸収もはまらないので、もうワンパンしちゃって大丈夫です。いや、この動画もさ、今日、実は僕は仕事休んでるんですけど、仕事を休まないとね、出せなかった、この動画。もう、この動画も出すがために仕事休んだよね。まあ、もちろん、裏協調のチャレンジもね、6時から来るんで、仕事が6時に終わるはずもなくっていう感じで、いや、もう絶対今日はもう無理だなと。仕事行ってたらこの動画も出せない、裏協調は用意どんできない。で、なんだったらサンリオの最終評価も出せなくて、マーベルの当たりキャラのランキング動画も出せるか怪しいみたいなことになるので、いやいやいや、それはまずいだろうということでね。まあ、YouTube 優先ですよね、人生。はい、ということで、4階層、フィルムは、とりあえず一発削る。で、盤面対策はもうグランディスで、あとルーレットから足りない色は取り出すって感じですね。ロック目覚め、ユラがやってくれてるので、変身の時に。意外とロックで盤面が残るみたいなところはあるかもしれないですね。はい、まあ2パンしてもらって全然大丈夫です。はい、これで突破していきます。封印耐性は誰が持ってないんだろうな。みゆきが持ってないのかな。ポチャッコは持ってる、あ、持ってるね。みゆきも持ってるわ。グランディスは持ってるな。ユラとアマテラスドラゴンは持ってないせいか。なるほどね。ここの2人が持ってないから封印が枯渇しちゃうんだ。はい。毒がね、いっぱい降ってくるんで、毒目覚めは対策した方がいいっちゃいいって感じですね。はい。まあ、こいつが出たり、こいつとあとカミラかな。ボス前。あの辺が毒目覚めやってくるかな。まあ、そこを対策したければって感じですね。ただ別に回復力も結構高い編成にはなっているので、そこまで気にもならないからみたいな。毒からの火って次の隣の色だから、ルーレットで意外と変えやすいしね。むしろ降ってきた分火が増えるみたいなこともある。で、続いて白泣きでした。L 字で解除していきましょう。水もまあ組めれば組んでもらって結構ですし。まあ、今回はちょっと火だけでやってますけど、水組めば一発全解除なんでね。フラクだった場合はこれで解除できてますね。で、あとは、属性吸収がハマるんならポチャッコを打っていくんですけど、まあ、火属性さえ避ければ大丈夫なんで、意外とハマらずいける説はあるね。で、今回はちょっとドロップジャック多かったんで、このターンは待ってますね。無効貫通組んでもいけたかなって思いますけどね。火力ちゃんと出てたから。なんで今回3パンしてますが、まあ、2パン可能かなって思います。で、ユラがね、スキルが上限解放なので、まあ、基本的に突破時は打っていくと、なおよしかなって感じですね。さっきのとこもユラ打っちゃよかったっていうのがあるんだけどね。ちょっとホノリンを貯めるか貯めないかでね、この時は迷ってたんですよね。溜まったら溜まったらヘイストでなんかで保険効くかなと思ったんで待ってたんですけど、まあ基本的にユラは火力枠で上限解放して打っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いましたね。はい。で、この空間の階層はもうワンパンなんで特にって感じです。まあ水だった場合はちょっとあれだけど、2パン、いや3パンになるかな。はい。で、続いて、ソニアは闇が出ました。強制ヘイスト食らったんで、ハイレン打っていきます。で、ホノリも溜まりそうなんで、もうこのままね、待っていく方針にした、かな？うん。で、あとは削っていくだけですね。まあ、この後、覚醒無効だの何だの来るんで、アマテラスドラゴンどっかで打つかなとか思ったりして、ヘイストで溜め直しが早く効けばいいかなみたいな考えでも残してましたけど、まあ、そのうちホノリは打ちますね。ここまでね、ロックの目覚めがあるから、意外とこう盤面が残るんですよね、花火が来ても。
はい、ということで、ヤミソニアは通販してます。ユーラが上限解放しとけばね、ワンパンできるような圏内かなと思うんですけども、とりあえずこれで突破ですね。で、続いて旧階層です。旧階層に関してはジビーですね、まあ、色的な相性が悪いので何回か削っていきます。属性吸収ははまらないので、で、ポチャッコが半減してくれて、ユラが激減してるので、割合の 450% とかも全然耐えていきます。で、あとはまあひたすら削るだけですね、ここは。3パン、3回は殴らんといけんかな。1回でも全然水のゾーンは抜けないので、2回殴って水のゾーンを抜けて、光属性にしてからそのまま持っていく。ここで炎に使ってますね。はい、続いて10階層です。10階層はアギトディオ。まあ、盤面対策のスキルはないので54で組んでいく。で、ここでみゆきが打てるようにしておくとまあいいかなみたいな。盤面ね、外外周にルーレットがあるとね、ちっちゃくなっちゃうとルーレットの位置が消えちゃうんで、まあルーレットはここで改めて打ち直せるようにしておくとなおよしって感じですね。はい、こいつも今ユラ俺打ったっけ、ちょっと打ったか覚えてないけど、ユラ打たずしてやこの削り方かな。ユラ打ってたらワンパンだった説はある。で、続いて11階層です。11階はネイは、光でした。まあ属性吸収的にはまらないので結構相性のいいネイを引けたかなと思いますね。で、とりあえずもうこれは倒していくだけですね。はい、これは特に何もなく突破です。もしはまればポチャッコですね。12階層はもうどちらにしろポチャッコですね。ポチャッコが必要になってくるかなと思います。はい、ギリギリね、これユラの上限解放なしでワンパンできるんだったらもうそのまま連チャン突破できるんですけど、さっきの階層でじゃあ仮に火の粘液が出る、もしくは闇の粘液が出るでダメージ吸収だの属性吸収だのが必要でした。ポチャッコ打ちました。で、一発で削りきれ、いや切れるか、切れちゃうな、切れちゃうんだけど、ここが難しいとこないよね。ユラの上限解放ありきでこいつ今回削ってるんですけど、もしユラの上限解放がなかったら削りきれない可能性もあってってなってくると、ネイの階層を通パンしなきゃいけないんですよ。そこが難しいかもしれない。ネイの階層を通パンして、で、ポチャックをため直してユラを打って、で、さっきのノクタリア階層をワンパンするみたいな動きを取らないといけないかもしれない。ヘイストとかどっかね、なんかあればいいんですけどね。はい、で、メイファンに関しては水ダメージ軽減をね振っておくとアマテラスドラゴンがなくても耐久ができます。もしアマテラスドラゴンが余っていれば、今回みたいに打ってもらえれば消せない状態は解除できるのでいいかなと。でね、これスリーパンしてまして、一回ねアマテラスドラゴンをため直そうって思ってね、ちょっと耐久を挟んだ感じですね。まあどちらにしても多分スリーパーに変わりはなかったんですけどね。HP の緻密な計算してないんで僕編成上なんで、もしボスのねこの後の第二形態の攻撃が強すぎて素じゃ受けきれない可能性があったんで、一回アマテラスドラゴンを保険で貯めとこうっていう感じで、ここ通パンにしつつので、アマテラスドラゴンをここで溜まるようにしといて、アマテラスドラゴンを打ってで突破するようにしました。結果結論はね、足りました。この HP で足りたので、半減払わなくても、なのでまあ打たなくてもよかったんですけども、まあ一応保険ですね。はい、これで2パンしました。ユラ打っててどうかな、ワンパン一応いけるかなみたいな感じかな。で、第2形態はまあ特に何もないですね。コンボ吸収、まあ初点も言うてコンボ加算も多い編成なので、まあ意外といけるかなみたいな。グランディスのね、謎の1コンボ加算もハマるしね、綺麗に。はい。落ち込み来たらまあ絶対いけるんですよ。とりあえず、グランディス打って、そのまま削っていきます。最初も、もうユラ上限解放しちゃって、これで、グランディスとかの落ち込みもなしで12か。まあ落ち込みありきだね。うん、最初はまあ落ち込んとかにかけて削れたらいいねぐらいの気持ちでいいかな。で、今回はスリーパンで仕留めてます。はい、 OK、 まあスリーパンないし4パンぐらいでいけるでしょう。で、続いてボス最終形態です。グランディスがもうエンハンス打ってくれるので、攻撃デバフは特に何も気にしなくて OK、 まあ、弱化目覚めはパイモンとかの武器をつけてれば弱化で降ってくることもないので OK。
まあ、トゲがちょっと気にはするかなぐらい。もうあとはひたすらグランディスを使って、削っていくだけですね。ポチャッコの上のハイレン武器溜まってますが、まあこれ保険で残しておくだけ。アマテラスドラゴンがまあいるんでね、別にいいんですけど。はい、あとはもうひたすら削っていきます。ユラの上限解放ありきで削りはこのぐらい、まあ 23% ぐらいですかね。はい、あとはもうひたすら削っていくだけですね。4回ぐらい殴ると半分いきます。一応アマテラスドラゴンを保険でここ打ってます。まあ割合にも強いので大丈夫だと思いますけど。はい、であとはまあひたすら十字消しは今回用意していないので、ちょっと暗闇目覚めは解除できないんですけども、はい。で見事に、発狂ゾーンまで踏み込んで覚醒無効もらうんですが、ここに関してはハイレンがね保険で溜まっていたので、ハイレンを打ちまして、であとはまあグランディス打って盤面から水とかを取り出してとどめですね。はい、こんな感じでやってみました。ちょっとまあ封印耐性がね、後々気づいたら 80% だったっていうのがあったんですけども、まあでも結構ね、グランディスが意外と強いなって思った。火力としても副属性ももともと火持ってるから、武器とかもね副属性火変える必要もないですし、で、あとはまあポチャックがシンプルに吸収無効枠として今後水火の編成で使える説がね結構あるので、まあ無理に引く必要はないかなっていう感じですけども、まあとりあえずね引けたら使い道としてはね今後もあるんじゃないかなっていうのが結論でした。はい、意外といいキャラクターだと思います。ということで今回はシールフポチャッコとユラを合わせてねグランディスループで奥帳をクリアしてみました。はい、ということで少しも参考になりました、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。この後はサンリオ最終評価が出るかな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。